マイケル・ジョゼフ・フルマーは、アメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマ式出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のデトロイト・タイガース所属。愛称は、フルムピース。2011年の MLB ドラフト一巡滅移保で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・メッツで、プロデビューし、4試合に登板して0勝1敗。 防御率10.12の成績を残した。2012年に A 級サバンナサンドナッツで21試合に登板し、7勝6敗、防御率2.74の成績を残した。2013年はルーキー級ガルフコーストリーグメッツと A 級セントルーシーメッツでプレイし、2球団合計で9試合に登板して3勝3敗、防御率3.33の成績を残した。 2014年は A 級セントルーシーと AA 級ビンガムトン・メッツでプレーし、2球団合計で20試合に登板して6勝11敗、防御率4.39の成績を残した。2015年は A a 級ビンガムトンで15試合に登板し、6勝2敗、防御率1.88の成績を残した。2015年7月31日にヨエニス・セスペデスとのトレードで、 ルイス切磋と共にデトロイトタイガースへ移籍した。移籍後は、参カの AA 級、エリー・シー・ウルブズへ配属され、6試合に登板して4勝1敗、防御率2.84の成績を残した。オフの11月20日に初めて40人枠入りを果たした。2016年は、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで開幕を迎え、4月29日にメジャー初昇格を果たした。 メジャーデビューとなった、同日のミネソタツインズ戦で先発し、5回2失点で、初登板初勝利を飾った。この年はルーキーながら先発ローテーションに組み込まれ、26試合に先発登板。レギュラーシーズン最終盤まで、防御率のタイトル争いに参戦し、結果的には規定投球回にすら届かなかったが、防御率3.0611勝7敗132、脱三振。 ホイップ1.12という成績を残した。この活躍ぶりが認められて、同年のアリーグのルーキー・オブ・ザ・ヤーに選出された。2017年8月25日のヤンキース戦で、ゲイリー・サンチェスに死球を与え、その後の報復合戦及び乱闘の発端となった。この年は25試合先発で10勝12敗、防御率3.83と、 祝祭会に低迷したチームの中で2年連続に桁勝利をクリアした。2018年は不調のシーズンだった。2019年はトミー・ジョン手術により全休した。2020年1月6日、年俸調停を回避し、1年280万ドルで合意した。重い速球とスライダーが投球の軸で、将来は先発3番手として期待される。 ありがとうございます。